皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、もう無心にご飯を食べ続けられる最強のお供が完成しました。その名も永久玉ねぎ。ほんとね、玉ねぎのシャキシャキの食感にふわっと香るね、ごま油の風味、これにちょっとピリ辛のタレが効いた、マジでね、永久期間のようにね、ご飯食べ続けられる最強のお供なんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。玉ねぎ1つ、まあ大きさはね、こんなもん中ぐらいですね。はい、そしてね、これが味付けの調味料、このタレだけでも覚えてください。濃口醤油大さじ1杯、ごま油大さじ1杯、コチュジャン小さじ1杯、豆板醤小さじ1杯、おろしにんにく小さじ1杯、はい、これね、総味のシャンタン小さじ1杯、鶏ガラスープの素とかでも構いません。いりごま大さじ1杯。材料は以上です。まずは玉ねぎちゃんね、できるだけ薄くスライスしてください。あの、新玉ねぎの時期に新玉ねぎを使う場合はもうスライスするだけで OK なんですけど、普通の玉ねぎでやる場合はね、この後水でまあ5分ぐらいさらしてちょっと辛みを抜いちゃいます。はい、まずはね、新玉ねぎもしくは普通の玉ねぎ、できるだけ薄くスライスしてください。はい、こちら玉ねぎスライスね、水で5分ほどさらして辛みを抜いたら、しっかり水気を拭き取っておいてください。そしたら味付けしていきます。お醤油、ごま油、豆板醤、コチュジャン、おろしにんにく、総味シャンタン、いりごま、はい、すべての調味料を入れましたら、全体的に混ぜ合わせて、このね、豆板醤とコチュジャンがね、絡みにくいので、しっかり馴染ますようにこの玉ねぎとね、絡めちゃってください。あー、うまそう。めちゃくちゃいい匂いするんでね、これやばいっすよ。はい、ここでね、しっかり豆板醤とコチュジャンを溶かし込むように馴染ませてください。はい、こんなもんで OK かな。全体的に絡めば大丈夫です。はい、そしたらこの状態で、まあ最低でも3時間、できたら一晩以上は冷蔵庫でなじましてください。もうそうするとね、めちゃくちゃ美味しいご飯のお供が完成しちゃいます。はい、完成しました。今回はね、一晩しっかりなじませました。しっかりなじませることで辛みも飛んで、この玉ねぎもね、しなっとしてくるんで、マジ作ってみてください。そして熱々ご飯を登場。はい、この永久玉ねぎをご飯にトッピング、もうこれでマジでやばい。それではキュームポーいただきます。圧巻、めちゃくちゃうまい。まさに永久期間のように玉ねぎをトッピング、ご飯を食べる、もうこれの繰り返し、無心で食べれる、うまっ。ほんと玉ねぎのシャキシャキの食感と、このごま油が効いたね、ピリ辛のタレがめちゃくちゃうまいのよ。いや、ほんと混ぜ合わせて一晩漬けとくだけ、めちゃくちゃ簡単で美味しいご飯のお供、永久玉ねぎ。めちゃくちゃうまい、たまらん。うますぎ。